1日2食の生活で得られるメリットと、どの食事を抜けばいいのかについて解説します。こんにちは、西堂鍼灸整骨院の福井です。今回は1日2食生活で得られるメリットと、どの食事を抜くのがいいのか、そしてなぜ1日2食が体にいいのかという理由について解説していきたいと思います。僕自身ですね、もう2年ほど1日2食の生活を続けています。そうすることによって、もちろんダイエットの効果ですね、体重が落ちてくるという効果もあるんですが、すごく体の中がね、整って、体が軽い、そういった感覚をこの2年間感じてきました。ただこの話をすると、いやいや先生、1日3食食べなあかんでしょうとか、僕自身は朝ごはんを食べないんですが、朝ごはん食べへんとか、体に力が入らないから無理無理という方もいらっしゃいますので、どの食事を抜けばいいのか、そして1日2食で得られるメリットと、その理由について解説していきます。それでは始めていきましょう。今回の話の流れとしては、まず僕自身が2年間1日2食生活をしてきたメリットと、なぜ1日2食にするのがいいのかということについてお話します。そして最後に、朝昼晩どの食事を抜けばいいのかということについてお話ししたいと思います。ではまず僕自身が得られたメリットについてお話します。僕自身ね、2年間という長い間1日2食生活をしています。まあ時々ですよ、時々パンであったりとかご飯とかを軽く食べたりはします。それは家にそういったものがあったからというだけの話で、自分の中では別に食べなくてもいいけど、なんか美味しそうやから今日だけちょっと食べよう程度に食べている、こういった生活ですね。なので 100% 守っているというわけではないんですが、365日の中の 99% ぐらい朝ごはんは食べないです。結構ね、周りの人、患者さんであったり家族であったり、まあ、友達とかですね、そういった人に1日2食っていうのを話すと、いやいや食べないと力出ないだろうとか、3食食べないとあかんやろうっていう風に言われるんです。でもですね、朝ごはんを抜いている、朝ごはんを抜くことによって何が起きたか、それは午前中の仕事がすごくはかどるようになりました。どういうことかというと、以前朝ごはんはね、食パンとコーヒー、あとちょっとしたものですね、卵焼きとかそういったものを食べていたんですが、食べた後仕事をするとなると、やっぱり眠たくなりますよね。これって胃とか腸に血液が集まって、脳が酸欠状態、血液が足りていない状態になるからなんです。僕自身はこういった治療の仕事をしていますよね。なので患者さんと直接会う仕事、言うたらサービス業みたいなもんなんです。患者さんと実際にお会いしてお話をする、そして施術を受けてもらう、そしてその代わりにお金をいただく、料金をいただくということなんですが、そういった仕事の中で施術中にうとうと眠たくなるって良くないですよね。でもお腹がいっぱいになってしまっている時って、ちょっと頭が回らなかったりとか、あー眠たいなーって、こんな感じで注意力散漫、集中力が低下している状態になることも時々あるんですよ。特に針をする時っていうのは、針に集中しないと打った時に痛みが出ることがあります。こういった集中力の低下だとか、注意力が散漫になるっていうのを、朝ごはんを食べないことによって防げるようになりました。今の話は僕自身の仕事の中の話なんですが、例えばこの動画を見ているあなたが数字と戦うようなパソコン作業の仕事だとしましょう。朝からパソコンずっとにらめっこしてたら、だんだん眠たくなってきて、頭ボーっとなってきて、なんかいつの間にか同じキーだーっと押してるとかいうことがあると思います。ないですか？こういった集中力が低下することによって、仕事の効率が低下する、仕事の効率が低下することによって、長い時間拘束される、例えば夜遅い時間まで残業しなければいけなくなってしまう。他にもですね、もっとクリエイティブなものを作るような、想像するような仕事をしている人なんかは、この食生活っていうのは僕はおすすめしています。もうわかると思うんですが、ものを作るためにはすごく頭を使うわけですよ。頭を使わないといけないのに、お腹がいっぱいで眠たくなってたら何も思い浮かばないですよね。なのでクリエイティブな仕事、何かを作り出すような仕事をされている方は、ぜひ朝ごはんを抜くっていう食生活をしていただきたいです。ただ逆に糖分を取らないと頭が回らないじゃないかという方もいらっしゃると思います。でも心配いらないです。たとえ糖分が足りていない、脳に糖がいっていないという状態になっても、実は体の中のタンパク質が糖新生といって、タンパク質を分解してアミノ酸に作り直す、アミノ酸から糖を作り直すという機能が体の中にもありますし、実際肝臓がありますよね。肝臓の中にはグリコーゲンという糖質の元になるような栄養がたくさん貯められているんです。なのでこれを消費して脳にエネルギーを送るといった方が、効率よく糖を作り出して体の中で吸収するということができますので、何も食事から取る必要っていうのはないわけです。
次にもう少し理論的な話をします。今タンパク質からアミノ酸を作り変えて糖新生を起こして糖を作るとか、肝臓からグリコーゲンを引っ張り出してきて脳のエネルギーにするという話をしました。でもですね、もう一つこの1日2食生活には体に備わっている特殊な作用を使った健康的な効果があるんです。それがオートファジーというものです。オートファジーは一時期健康雑誌とかで人気になったワードなんですけど、実際オートファジーって何なのかという話になるとわからない方もいらっしゃると思います。今回そのことを簡単に説明していきたいと思います。オートファジーっていうのは最後に食べた時間から12時間とか16時間18時間ぐらいの間に発生する体の中で起こる作用なんですが、体にはたくさんの細胞があります。そして細胞の中には核とかミトコンドリアとかいうふうに細胞小器官っていう小さい器官がたくさんあるんです。その他にもいろいろな種類のタンパク質が貯められています。ただこの細胞小器官っていうのはいろんな影響によって傷ついてしまったり古くなってしまったりします。細胞の中に古くなった細胞小器官がたくさん溜まっていくことによって体は老化していったりだとか、もしかしたら細胞が癌化する可能性もあるというふうにも言われています。そこでこのオートファジーという作用が働きます。オートファジーのオートっていうのはギリシャ語で自分自身ということです。そしてファジーっていうのは食べるっていうことです。なのでこれは合わせて自分自身の細胞を食べてしまうという意味になります。このオートファジーは細胞の中にある古くなったり傷ついた細胞小器官っていうのを食べてくれます。食べることによってその食べられた細胞小器官は分解してタンパク質になったり、細胞内に溜まりすぎたタンパク質を食べることでそれが分解されてタンパク質をもっともっと小さくしたアミノ酸という分子に分解することができます。そうすることによって細胞内はいつもきれいに掃除された状態になるわけです。この時細胞内にたくさん溜まっているタンパク質を分解してアミノ酸に作り変えることから体の中のリサイクルとも言われています。もっともっと簡単に話をすると、長い時間食べなかったら細胞の中は勝手にきれいになっていきますよという話をしたいんです。きれいになることによってもちろん健康にもなれますし、綺麗にもなるかもしれません。という感じで1日2食の生活をすることによって体の中でオートファジーという作用が働いて体をいい状態に保ってくれる、これが1日2食生活のメリットと理由になります。では最後に1日2食生活3食のうちの朝昼晩どこを抜いたらいいのかという話をします。僕自身は朝起きるのが辛いし朝ごはん食べてる時間がもったいないので朝ごはんを抜いています。これによって朝午前中が活動的に動けるようになりました。では昼と夜は抜いてはいけないのかという話になります。本当の1日2食生活でおすすめなのはやっぱり夜を抜くことなんです。夕食を抜くということは最後に食べるのはお昼ご飯ですね。お昼ご飯をだいたい12時ぐらいから食べ始めて1時ぐらいに食べ終わるとしましょう。1時ぐらいに食べ終わって次の日の朝の7時ぐらいまで、朝ごはんの時間まで何も食べない、この時間っていうのは約18時間何も食べない空腹状態が続くということになります。先ほどもお伝えしたようにオートファジーというのは12時間ぐらいから始まって、人によって個人差があるんですけど18時間ぐらい経つとほぼ全ての人にオートファジーが働いているというふうに言われています。それに夕食を食べないことで夕食を消化する必要がなくなるので夜の睡眠時間、睡眠の効率っていうのがぐっと上がってくれます。体をしっかり睡眠で休めたいという方は夕食を食べないという選択をすることをお勧めします。ただこれには一つデメリットがあります。お昼の13時から次の日の朝7時まで我慢することができますかということです。例えば3時とか4時ぐらいってどうしてもおやつ食べたくなりますよね。他にも5時とか6時ぐらいになってきたら夕飯のいい匂いがしてきてどうしても夕飯食べたらお腹空いたってなりますよね。そしてお腹が空いて眠れない、なんか食べた方がいいかな、食べたら寝れるかなっていう風になると思うんですよ。っていうのを防ぐのであればやっぱり朝ごはんを食べないっていう風にするのがいいと思います。僕は朝ごはんを抜くことをお勧めしている理由は、確かに夕飯を抜く18時間の空腹よりも夕食を8時ぐらいに食べ終わって次の日の12時まで何も食べない、この時間っていうのは16時間の空腹になります。2時間短いわけです。ですが朝ごはんを食べないっていうのはなぜかというとほとんどの時間が睡眠もしくは仕事で拘束されているからです。夕ご飯を食べてお腹がいっぱい満腹の状態で睡眠に入るっていうことは
空腹で寝れないということも防げますし、朝ごはんはね食べれないかもしれないですけど、その後の12時までの約5、6時間ですね、この時間っていうのは大体の人が仕事をしています。仕事中ってそんなに食べ物食べないですよね。もしかしたら会社のデスクの引き出しにチョコとか置いてるかもしれないんですけど、それを少し我慢したらみんなが昼食お昼ご飯を食べてる時間に一緒にお昼ご飯を食べることができるわけです。なので苦しさとか難しさとかいうことを考えると、やっぱり朝ごはんを食べないっていう方が割と楽に過ごすことができたりするんです。この夕食を抜くか朝食を抜くかというのはあなた自身の生活に合わせてどっちかを選んでください。でもですね、実はお昼ご飯を抜くっていうのはあまりお勧めしません。朝の6時とか7時ぐらいに朝食を食べて、夕飯っていうのは多分夜の7時ぐらいに食べ始めると思うんですよ。もちろん仕事の関係でもっと遅くなる方もいらっしゃいますが、だいたいそのあたりで食べるとなると12時間ぐらいしか空腹の時間っていうのがないことになります。これはオートファジーの考えで言うと少し時間が足りないかなって思ってしまうので、できたらしっかりと時間を取れる夕飯もしくは朝食ですね、このあたりを抜いていただくっていうのが僕はおすすめです。ということで今回は1日2食生活で得られるメリットとその理由、そして朝昼晩どれを抜くのが正解っていう話をしていきました。簡単にまとめると、空腹の時間を長く取ることによって体の中を掃除するオートファジーという作用が働くことで体が健康にもなるし、頭がすごく活性化して仕事がバリバリできるようになるよという話です。食事については朝か夜どちらかを抜くようにしてもらうのがおすすめということを話しました。食生活っていうのは実際どれが正しいかって決まったことはないんです。朝昼晩3食食べるのが正しいという人もいらっしゃいますし、ファスティングマイスターの先生の中には1日1食しか食べない先生もいらっしゃいます。逆にお医者さんなんかでは1日5食食べてくださいという方もいらっしゃいます。これはそれぞれの考え方であったり目的に応じた食べ方なんで、どれが正しい、どれが唯一の正解っていうのはないんですけど、どれか一つに絞って自分はじゃあこれをしよう、自分はこういうことを目的にやっていこうっていうのを一つだけ決めていただいて、それを実践するっていうのが大事になってきます。もしこの動画を見て、よしじゃあ朝ごはん抜くぞとか夕飯食べないようにするぞとか決意を新たにされた方がいらっしゃいましたら、よかったらコメント欄にその宣言を書いてください。私は今日から朝ごはんを抜いた生活をする、もしくは夕ご飯を抜いた生活にする、そうやって宣言することで誰かの目に留まっている、これを踏み倒してしまってはちょっと自分の中では恥ずかしいなっていうことを自分の中でね、なんていうんですかね、こう釘を打つみたいなことをしてほしいんですよ。もしそれだけでは足りないな、もっとしっかりと誰かに見ててほしい、管理してほしいというのであれば、ご連絡いただければしっかりとあなたのその食生活について管理指導もさせていただきます。この動画がもし良かったと思っていただけたらチャンネル登録をよろしくお願いします。それでは次回の動画でまたお会いしましょう。大事に。